今日も全国に向かってバーッと元気に参りましょう。行くぞいいじゃありませんかねえあなた、今日は土曜日8時です、テレビの前に集合だ、こりゃまた楽しく行きましょう、本当に本当に本当によく来た、はい、また来たまた出た現れた、すげえ女が3人も、女は5万といるけれど、どうしてなのが来たんだろう、本当に本当に本当に驚いた、はい、はい、どうぞ、何の因果か因縁か、あら、どうした、世間に男は多いのに、今日の相手はどいつだ、どうしていい男いないんだろう、本当に本当に本当にひどいよ、いいじゃありませんかねえあなた、こっちを向いてちょうだいよ、陽気に笑って過ごしましょう、ドリフとあなたの時間です、本当に本当に本当によろしく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 、どうもご苦労様でございました。この番組来週はですね、雪祭りの北海道へ行ってドンとお送りいたします。どうも今週ご苦労様でした。最後こんにちは、ハビバンドハビバリバリバハビバンドハビバンドました。今日も楽しく参りましょう。中尾美さん、どうもご苦労さんでございます。どうもどうも、まだあるんですよ。あと1回でございますね。あー、どうもジュディアンちゃん、なんか少し大きくなりましたか。あまり成長しない。そうです。あ、すいません、あゆみちゃん、今日は調子どうですか。こんばんは。あ、乗ってます。乗ってますか。乗ってますって。あの、ストコンさんも乗ってますね。乗ってます。行こう。ソウルレース、ドン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 、こんちはおなじみドリフです、今日は土曜日8時です、テレビの前に集合だ、みんなで楽しくやりましょう、それ今日も来ましたゲストさん、かわいいかわいい女の子、他に文句はないけれど、色気のないのがたまに傷、男らしくもありません、いやいやいや、二枚目全く関係ない、いやいやいや、力もないし金もない、
からなすっておくんなさい。本日はよろしくお頼申します。よろしくお願いします。どうも皆さんご苦労様でございました。大変良かったです。これお司会なすって言って非常に良かったですけどね。僕の仁義も結構いけたでしょ。そうですね。どうもこちらご苦労様です。今度来た時はもう少し大きくなってくださいね。亜美ちゃんどうもご苦労様です。今日は申し訳なかったですね。あ、この方がいたんです。中尾さん、今週でおしまいでしたっけ。いいえ、残念ながらもう一週あるんですよ。しまった。そうですか。だんだんで指導が低下してきちゃって困っちゃう。では諸君、最後もう一度踏ん張りお願いします。はい、それいこう。長いことやってますけどね、とにかく洋服着て下駄履いてたのがこの人は初めてなんですけど。しかし、あそこね、着替えきつかったですよね。しげみ。どこで着替えました？あの下の方。あ、そうですか。パパッと、誰も周り見てなかったですか？いや、僕だけ見てた。こにゃらつめ、またすぐそういう。こっちは着替えみんな間に合ったわけね。はい。どうしてこっちが間に合ってこっちが間に合わなかった？障害物じゃないですから。あ、そうか。わっ、ああ、わっ、スラッと行くわけなんだ。なるほど。私あるよ、あるんだ。さあ、じゃあ最後にもう一発よろしくお願いします。あるな、わかった。すごくしつこくお目にかかるようでございますけども、頭も体操でお目にかかりまして、また今こっちでちょこっと顔出しました。ゆきさんもそうですね。そうですね。さあ、それでは今週も頑張っていこうか。ドリフと一緒に出ていれば何も気にする。
じゃありませんかねあなた、こっちを向いてちょうだいよ、陽気に笑って過ごしましょう、ドリフとあなたの時間です、本当に本当に本当によろしく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 。これであの調査たちその間休んでまたいろいろと勉強してきて、はい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 、ね、で休みっぱなしでずーっと出てこなくていいからね、そうはいかな、出てきますよ、まあしっかりやってくださいね、これガッチリいくから、はい、うん、バンドの方どうもありがとうございました、ご苦労様でした、照明部の方も路上部の方も本当にありがとうございました、もうお堂の方小堂の方ご苦労様でした、それから会場であのコーラ売ってるおばさん売れましたか今日は。でも僕たちも本当にこれから勉強しましてですね、うん、今度この番組出るときにはもっともっと面白くしてまいりますから、そう僕らもねその間ねあの留守を守ってねがっちりやってるからね、今度あの出発進行だからね、忘れないね、あ集合じゃないね、出発進行だから、はい、来週からこの番組今度は芳賀さんに、クレイジーキャッツに引き継いでもらいまして、題名も新しく8時台を出発進行でございます、これでね長さんたちにもまた出てもらうことになってるからね、あそうですか、その時はもうみんなで張り倒すことになってるからね、はいはい、あの僕も出していただけますか、そのシートは、そのヒーズは、そのヒーズはまあ汚い顔してでも花さんね、この番組の嬉しいところってはね、うん、ゲストのメンバーがねギンギンでやってくれますからね、ね本当にね今日のゲストなんかでもね、もういつも見てるんですけど今日のゲストも最高ですね、僕らの方がねすごくもう勉強させられちゃうから、今日ちょっと女性も少なかったね、男性の女性ですよ、女性、いや僕は男かと思ったよ、いや女性男じゃ女なんですよ、あそう、よく間違えるんだけどなるほど、またあの番組僕らも帰ってあの花さんの時もどこか出てやってくださいね、よろしくお願いしますね、皆さん今度また来週からよろしくお願いいたします、さあそれでは全員でもう一つまで元気でね。